川本鞘は日本のタレント、女優であり、女性アイドルグループ AKB48 の元メンバーである、インキュベーション所属、北海道のつけぐんべ町会長出身。2012年 AKB48 第14期生オーディションを受けるも3次審査で落選した。2013年9月22日、同年11月に初開催となる。 AKB48 グループドラフト会議の候補者オーディションにおいて30人の候補生の中の1人として選出される。11月10日、グランドプリンスホテル新高ナーで行われた第1回 AKB48 グループドラフト会議において第2順目で AKB48 チーム B、SKE48 全3チーム、HKT48 チーム H の5チームから 指名され、当時 AKB48 チーム B 所属だった、島崎遥香が抽選で交渉権獲得の札を引き、AKB48 チーム B が川本との交渉権を獲得した。5チームの指名競合は本ドラフト会議で最多だった。2014年1月25日、東京ドームシティホールで行われた AKB48 リクエストアワーセットリストベスト。 2 0 2 0 1 4の3日目公演において他のドラフト生と共にお披露目されチーム B への加入を報告。3月7日、梅田チーム B 公演で同じくドラフト生の横島愛理と共に劇場公演デビューした。4月28日、新チーム倉持チーム B による AKB48 チーム B6 ステージパジャマドライブ公演の初日公演に出演。 7月29日、北海道産のジャガイモの消費拡大を目的に、バレー賞取扱会議と、北連農業共同組合連合会が2012年8月に、設立した、ジャガイ問題研究所の新しい助手に選ばれた。9月17日、日本武道館で行われた、第5回じゃんけん大会で3位となり、優勝者のソロデビューシングルのカップリング曲、選抜入りする。 11月26日発売の AKB48 の3エースシングル希望的リフレインで表題曲の選抜メンバーに初選出された。なお、AKB48 のシングル表題曲でドラフト制が選抜されたのは川本が初めてである。2015年1月4日、初の冠ラジオ番組 T by T ガレージプレゼンツさややパルプンテラジオの 放送が全国11局ネットで開始される。3月25日、埼玉スーパーアリーナで行われた AKB48 ヤングメンバー全国ツアー未来は今から作られるの初日公演において新しく結成された7人組ユニット、デンデン夢中への参加が発表された。3月26日、埼玉スーパーアリーナで行われた AKB48 春の単独コンサート直送、未だ修行中においてチーム4への移動が発表された。2016年5月から6月にかけて投票が実施された AKB4845 シングル選抜総選挙で初ランクインして27位となり、アンダーガールズに選出された。2017年5月から6月にかけて投票が実施された AKB4849 eight シングル、選抜総選挙で二十九位となり、二年連続で、アンダーガールズに選出される。二千十八年五月から六月にかけて投票が、実施された、AKB485 i サードシングル世界、選抜総選挙で四十一位となり、ネクストガールズに選出される。九月十五日から一ヶ月間、両グループ一名ずつの AK B、AKB48 i、 JKT48 短期交換留学企画により、日本インドネシア国交樹立60周年親善サポーターとして、ジャカルタの JKT48 に短期留学し、チーム T に加入。9月27日に JKT48 劇場でのシアターの女神公演で初パフォーマンスを披露した。10月19日のチーム T、シアターの女神公演で JKT48 での 活動を終了した。2020年7月6日、AKB48-48 プロジェクト、プロフィール48の YouTube 配信において、8月末に卒業することを発表。同年8月23日、AKB48 オフィシャルブログで、8月30日に AKB48 劇場で、川本さや卒業公演2486日間の、 宝物が開催され、8月31日の活動をもって卒業した。12月2日、自身のツイッターで芸能事務所、インキュベーションに所属したことを報告した。2021年2月20日、ネットドラマ、ネット会談100、物語シーズン6で女優デビュー。6月15日から6月20日、ノーティーボーイズの演劇制作、キズハンキズバンマイナスに出演。 9月22日から9月26日、劇団騎士の組の演劇制作、極悪軌道に出演する。特技は、書道で、金と皇室と、毛筆全部段位を持っていますとのこと。将来の夢はどんな演技をしても認められる、篠原涼子のような女優になること。また、女優の北川景子も、目標の人物として挙げている。地元の別会長では、実家の周り、 牛と草原しかない環境であり、同級生が田舎だから1学年に0人ぐらいの学校に通っていた。中学校では卓球部に所属し、学校外ではヒップホップの小さなサークルに所属し、ダンスを習っていた。小さい頃から漠然と歌って踊る人になりたいと思っていましたと川本は語っている。川本は AKB48 の十四期生オーディションで、 落選したため、どうしても入りたくて、リベンジで、と、AKB48 グループドラフト会議に応募した。当時 AKB48 チーム B 所属だった、島崎が抽選で当たりくじを引き当てたが、島崎の大ファンである川本は、チーム B について、一番入りたかったチームです、と、涙した。目標とする先輩は、柏木由紀、小島雅子である。ドラフト会議時に、 チーム B のキャプテンだった梅田彩香は川本の性格についてリファから見ていておどおどしたところが可愛かったです。すごく人見知りなこと語っている。また元チーム B キャプテンの倉持飛鳥は川本の性格について中も外もこんなふわふわした子は初めてめっちゃ性格が悪かったら面白いのにと思っていたけどそのままでした。と語る一方でがむしゃらとか 一生懸命という言葉が、こんなにもハマる子はあまりいないです。そういう子が、今の AKB48 には、必要なのかなと思いますと表している。川本によると、笑いのツボが浅いから、何でもすぐ笑っちゃって、また笑ってる。みたいに言われますとのことである。初めて参加した第5回じゃんけん大会では、じゃんけんは、普段の生活でも負ける方が多かったにもかかわらず、5連勝して、 準決勝に進出した。準優勝した小島春菜に敗れたはしたものの3位決定戦で岩立佐穂に勝利して3位となった。ここがロドスだ、ここで飛べ。2、収録、0と1の間に収録、サムネイルに収録、僕たちはあの日の夜明けを知っているに収録シングル、優しくするよりキスをしてに収録シングル、逆さ坂に、 収録配信限定楽曲梅田チーム B ウェイティング、公演倉持チーム B、パジャマドライブ公演、高橋樹里チーム4、夢を死なせるわけにいかない公演村山チーム4、手を繋なぎながら公演。ありがとうございます。